皆さんこんにちは、サルです。突然ですが皆さん、焚き火の時に燃料は何を使えてますか？私は今まで地元の家具工房で大量に出る端材を格安で譲ってもらったり、裏山や河原で落ちてる枝や流木を拾ったり、趣味の DIY の端材だったり、ショップで買うような薪を使ってきました。ただ今回初めてペレットを使ってみたら今までにない良さに気づいたので、それを紹介します。ペレットというのは間伐材やあるいは建築現場で出たような端材を粉砕しまして、でそれに圧力をかけて、もしかしたら場合によっては接着剤とかを混ぜて固めるような方法で作ったお薬なのカプセルぐらいの大きさのですね、小さい粒なんですね。今回私は燃料用のペレットをホームセンターで買ってきたんですけど、ペットショップなんかでも利用目的は違うんですけど、全く同じ木質ペレットが割と安く売ってます。こうしたものを利用することで薪を購入するよりは経済的にも負担が少なかったり、余った端材をリサイクルして使えるのであれば環境にも優しいと思いまして、ペレットに挑戦してみました。今青い炎が映ってますが、これはちょっとですね、あるちょっと特殊なことをしてこんな風になってるだけなので、また後ほどご紹介しますが、使ってるストーブは富士見産業の二次燃焼ストーブ。サイズは小さいものから2番目なんですが、ソロストーブのシリーズと比べると大きいものから2番目と同型です。でこれがホームセンターで売ってるペレットです。10キロで648円。ヒノキのね、すごいいい香りがするんですけど、これをですね、あの薪受けの皿にほぼ今回、ちょっと満タンに近いぐらいね、9割ぐらいですか、入れまして、これを燃やしてみようと思います。燃やし方はですね、こんな風に針金をちょっと入れて、この薪受けが一番下まで落ちないような形にして、浅めのね、火床でやってみようと思います。詳しい組み立て方は過去の動画で紹介してますので、そちらでご確認ください。でこんな風に、ペレットを敷き詰めた上に、これ着火剤ですね、あの革製バンドックのなんか安い着火剤を入れまして、立ててみまして、でここにマッチで火をつけてみようと思います。この五徳をつけた方がね、多少なりとも、上昇気流が発生しやすいというか、そういう結果がね、前回までにありましたので、五徳もつけた形で着火をしました。はい、この着火剤はですね、おそらく油分をたくさん含んだ、木を削って丸めたようなものなので、一般的なヘキサミンとか、エタノールとかメタノールを原料にしたようなものではないんですけど、一度火がつくとね、簡単には消えない感じです。はい、少しずつね、着火剤が今燃えてるんですけど、これがどういうふうにペレットに燃えていくのかっていうとですね、少しずつちょっと、様子を映してますのでご覧ください。今着火剤が突き刺さってる根元のね、ペレットが少しこう黒く焦げてきましたよね。でこの燃えている部分がじわ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 と広がっていく感じで、外にね、火が広がっていくんです。だから薪のようにですね、ものすごい勢いで燃えたり、パチパチとこう馳せたりすることがなく、静かにですね、一定の火力でですね、ずっと燃えてくれるという、なんかどうなったら着火できたっていう、そのどのタイミングが着火できたタイミングなのかよくわからなかったんですけど、もう安定した炎がこんな風に出るようになったので、ドリップポットに水を入れて湯を沸かしてみました。こんな感じですね、もうほぼペレット全体が燃えるような状態に今なりました。薪と全然違うのは、薪の場合、下に火をつけて炎がこう上に上がって全体が燃えるじゃないですか。でペレットはあくまでもですね、この積もらせた一番上に火をつけて、少しずつ下に向かって燃えていくっていう形なんですよね。だから圧倒的に炎の勢いで言うと、下から上に燃え上がる薪の方が強いんですけど、ペレットは、それに比べれば穏やかな炎がずっと長く続くようなイメージです。でこう二次燃焼のストーブなんですけど、こんな風にですね、綺麗にこう均等に、やっぱりペレットなので燃え方が安定していると言いますか、風が吹かない限りですね、綺麗な二次燃焼の様子が見れます。
これはもう薪よりもですね、ペレットの方が圧倒的に綺麗に、こんな風に均等に炎の筋が並ぶので、まあ、見てて楽しいですよね。これ朝、コーヒー沸かして、またホットサンドでも焼いて食べようと思ってたんですけど、もう食べるどころじゃなかったですね。この炎を見てるだけでお腹いっぱいでしたね。はい。めちゃくちゃ綺麗だし、静かなんですよ。はぜる音とか一回もないし。で、薪みたいにね、煙が出るっていうこともなかったので、まあ、多少は出たんですけどね、ほとんどなかったですね。まあ、ストーブのせいもあると思うんですけど、こう、穏やかな炎で、やんわりとですね、焚き火を楽しみたいなっていう時に、ペレットはですね、もう最適ですね。薪とか、まあ、炭よりもですね、明らかにいいなと思いました。もうコーヒーは入れたんですけどね、ちょっとパンを焼いて食べるというのはもうやめましてですね、今この炎に見入ってる状態。で、これですね、ちょっとね、入れてみたくなりましてね、これだけ炎が綺麗なので、炎を鑑賞したいんですよね。まあそうすると色をつけたら綺麗かなという、まあ安易な発想なんですけどね。はい。こんな感じで、明るい場所でカメラを通して見る炎の色は、人間の目で見る炎の色とは少し違うのが残念なんですけど、ゆっくりちょっとスローで再生すると、こんな感じになってまして、まあ木から出たその可燃性のガスに炎が映ってる様子が、ゆっくりとね、小回りみたいにして分かりやすいですよね。はい。あとね、ちょっと絞りをね、もう少し絞って落としてみようかと思います。はい、暗くしてみました。そうするとね、より赤い炎の筋がね、はっきりとしますし、青っぽい炎、青ですから炎色反応なんでね、青って何でしたっけ、バリウムは緑か、銅か、銅が青か、なんかね、そんな多分成分、まあ化合物が入ってて色がついてるんですよね。はい。もう炎のね、鑑賞会になってますけどね、こんな感じです。アップするとね、これね、面白かったですね。なんかね、初めて見る炎でしたね。どうですかこれ、なんかどうなんでしょうね、なんと言えばいいのか分かりませんけど、こう炎が戯れてる感じに見えないですかね。なんかそんな変な表現しかできないですけど、はい。こういう風にね、まあ青い炎はね、さっき入れたせいなんですけどね、あれをね、まあ、おかげでこう手前と奥とで炎の色が違ったりするので、その面白いね、模様がね、結構長い時間楽しめましたね。うん、これ炎好きにはたまらないですよね。はい、私は炎好きです。そうなんですよ。これをね、ずっと見入っててね、もう午前中結局ね、何も食べなかったですね。面白くないですか。ウッド、そのペレットから出るガスに、まあ着火してこう炎がね、こう揺れる、踊ってるような感じになってるんですよね。なんか一種の炎のパフォーマンスみたいになってますよね。二次燃焼ストーブの空気穴から上昇した空気が出てきているので、あそこでまあ特にね、可燃ガスとくっついて燃えてるんだろうと思うんですけど、まあこんなね、神秘的というか幻想的というか、うわ面白いっていうね、そんな感じの焚き火、今までの焚き火とはね、ちょっと違う面白さでしたね。眺めて楽しい焚き火でしたね。まあパチパチとね、はぜながらね、勢いよく燃える炎も大好きなんですけどね、
まあたまにはちょっと気分を変えて、これはこれでペレットならではのね、多分優しいね炎だと思います。でこれね、すごい長い時間燃えてるんですね。今だいぶ編集でね途中カットしてるんですけど、ちょっと後でねテロップで載せておきますね、時間で。少しずつね弱くなってきました。もうペレットがねほぼほぼ、入れてた分は全て燃えて、で空気穴はね確かに下からの穴を塞いでるように見えるんですけど、上から燃えるので、まあ言ったら下の穴はなくてもいいんでしょうね。これ視聴者さんからもね、空気の通りが悪そうなので燃えるのかっていう質問が出て、私もそこが一番心配だったんですけど、まあ、上から燃えるので上の空気に接しているペレットから順番に燃えていくっていう感じだと思います。ちょっとね触ってみたんです。どんな感じかな。まあこれトング入れたせいでね、多分一気に温度が下がっちゃって、それで煙がバーッと出ましたのでね、煙出るとねちょっと庭焚き火ではねご近所にも貧粛なので消します。はい、このウッドストーブね、火を消すときはセリアのこのステンレスの皿をかぶせるのが一番です。ちょうどねいい大きさなので20センチぐらいの皿なのかな。はい、そうするとね消えるんですが、開けとくとねまた少しずつ上昇気流が発生してまたくすぶってきそうだったので、もう完全に消してしまいます。はい、ということでこんな感じでした。どうでしょうか、ペレットでの燃焼。まあ環境にもね優しいんじゃないかと思いますし、適量を燃やせるのでね、大きな薪をね、燃やし始めちゃってもうお湯沸いたからいらないんだけどななんてね、そんなこと考える必要もないですし、薪とか炭はねなんかもう用が済んでも最後までね燃やさないとなんか気持ちが悪いじゃないですか。使いかけで消した薪をねまた次回も使うなんてやっぱ気分が良くないというかね、焚き火は気分のものだと思いますので、そういう意味でもペレットっていうのは適量が使えそうなので便利かなということで、ご紹介しました。よかったら試してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。